こことここを上げます。見てください、あれプロたちはスススス積むんですよ。作業がめちゃくちゃ早いです、ね、あっこ出られないから後ろから出たり。なんで開いてるんですかね。シャッシャシャッシャしてるけど、不思議な構造がたくさんあって謎。はい、これランクル。ちょっとね、もう私お腹いっぱいなんで助手席からビューします。レビュー失礼します。ちょっと待って、ランクルどうやって乗る。じゃあ行きます。一瞬で終わると思います。パツパツ、見てこれパツパツすごいですね。わかります、このパツパツ感。これね、体感せんとわかんないと思うんですけど、ほんまに怖いんですよ。いいんですか。もっともっと。OK。すごい。はい、じゃあ、あの真ん中の言うかな、下の段の一番前、4番ってところに入れようと思います。これちっちゃいよ。これ、ね、あの上の段積んだ時に、もう頭の血管切れそうなぐらいしんどかった。結構ダメージ負ってます。頑張ります。よろしく。乗るよ。行きます。オッケーよ。これは？ちっちゃいな。ちょっとちっちゃいな。ここ普通に普通にってか。どんな感じですか？これ余裕よ全然。これな、こっち今し内側の線のちょうど真ん中ぐらい走るわけ。俺も怖いんですけど。絶叫マシン。泣きそう。もううめえもんじゃ、もう2代目となったらわっしょるうめえんじゃないか。ああ、なるほど。はい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 、はい、こんにちは。これでいいですよね。下え、下え、どこまで押すんですか。ずーっと、おお、でででででで、え、上よ、上、上、ほんなら上の棚が上がり出す。おお、すごいすごい。行く、行きます。
結構何？ここって間狭いですか？ちょい狭い。はい。シャチも余裕シャクシャクですか？ん？シャチは余裕。だいぶ空いとるよ。うわちょ。ああ、行きはる。オッケーオッケー。どこまで行くんだ？白い歯止め。グッと。もちゃい。もちゃい。よし、オッケー。慣れたもんじゃな、もうちっちゃいのはいける。ちっちゃいのな、これちっちゃいけどな、ちっちゃいのいける。あ、じゃあじゃあこんなの考えできるのじゃ。最後あそこに乗せるんで、これ初めて見ました。ここの間に車が積まれてるの。うわ、これ見てください。あれ隙間こんなんです。ボタン操作1個もすっごい大変。ジャーギャー言って積みました。1週間ほどで慣れるんですか？慣れます。慣れるんだって。本当かな。すごいっすね。社長もずっとこのキャリア業界？キャリア業界18年。デーベテラン。あの真ん中の、うん、あそこなんで入ってるんですか？あれは、あれがデミオ、デミオが、デミオが屋根当たらないように、あそこに柱があったら屋根当たるんですよ。あ、下の段のデミオが、うん、上に上げる。ああ、そんなのも考えてあんな作ってるんですか？だからあれを開けへんかったら、あの上に上げたやつの天井が柱に当たる。あ、柱に蓋に当たるんです。あれ、基本は開けるんですか？開ける。あ、でも車が渡らなあかんから上を積むときは閉める。くそ。あ、そうなんですか。で、これは全部自動で油圧で、あ、上がるんだ。うん、あの閉まる。これはほんまここまでこれ出てきてるけど、はい、これが自動のボタンです。はい。で、これとかこれはもう全部手でやる。へえ。でね、キャリアカーって台車によってもう何もかも違うらしいんですよ。乗るやつの特性を知らないとすぐには乗れないですね、これは。ここ使う。この辺も被る。はい。ああ、車両がぶつからんように。うん。ああ。
コネットの上に。はいはい。もし。ここ上手に噛み合わんように。これ。これ。バンパーの下に。ここ。こんな感じで。これ全部考えて積まれるんですよ。頭から湯気出ます私。湯気出る。湯気出る。頭痛いもん今も。僕もカメラに映るときは湯気出る。もう慣れました。慣れてない。0番と1番の間に橋が出てくるんですけど、あそこをつなげたまま走っちゃって柱が折れるような事故もあるそうです。もうね、もう確認ですね。確認箇所がキャリアカーはめちゃくちゃ多いですね。ね、多いです。ちょっと一個間違えたらとんでもない事故ですね。どれも台車バキいたら五金ですよ。社長死んじゃうよ。死んじゃうよ。社長泣いちゃうよ。始末書ですまん。はい、じゃあちょっとね、横に乗ってデモンストレーションしてもしてこようと思います。横乗り行くぞ。